数ヶ月前に中古の2世帯住宅を購入した。私も夫もほぼ 100% リモートになり、おのおのの仕事部屋が必要となったため、部屋数を増やしたかったこと。私や夫が仕事してる最中に、子供たちが気兼ねなく食事や遊んだりができるように、居住空間を分けられるようにしたかったことなどから、話し合った結果。じゃあ、2世帯住宅って、私たちの希望にぴったりじゃん。ってことで、購入に至った。んで、最近引き渡しが終わったから、近々引っ越すんだけど。なんか、義姉夫婦が、めちゃくちゃ荒れまくってて大変って話を、今日見舞いから教えられた。なんかあったの?と聞いたら、なぜだか、その2世帯住宅に、私たち一家と義姉夫婦が住む予定だと、思い込んでたんだとさ。意味わからんすぎ。一緒に住む話なんて、かけらもしたことないし。そもそも、何が嬉しくて、義両親すっ飛ばして、義姉夫婦と住まなきゃならないんだよ。いや、義両親とも住まないけどさ。騙された。ひどい。って、義妹に、しくしく、じめじめ、愚痴の電話をしてくるみたい。お姉ちゃんが、そっちに変な電話かけるかもしれないから、こうして伝えたけど、電話に出なくていいからね。私がガツンと言っとくから。と言ってくれる義妹に、甘えようと思うけど。マジで、どこで間違って、そんな妙な同居話になったんだろうか。夫と義姉は、めちゃくちゃ不仲ってわけではないけど、お世辞にも、仲がいいとは言えないような距離感だから。間違っても、夫が勘違いさせるような物言いはしないと思う。だから、なんでそんな考えに至ったんだ?って疑問。なぜ、義両親じゃなくて義姉なの?って。当然、お金の話なんて、これっぽっちも出てこないよ。こちらが買った家に、なぜかタダで住むって話。義妹が、義姉から聞いたところによると、我が家の引っ越しにあたって、義父の軽トラを借りる予定なんだけど、その話を、先日義姉から、別件で電話がかかった時に、義母が、何の気なしに話したらしいのよ。そこで、義姉は、初めて引っ越し日を知って、もう日にちがないじゃない。うちにも都合があるんだから、もっと早く行ってくれなきゃ。と、なぜか義姉は大慌て。意味がわからない義母が、義姉の話を聞く。義姉の勘違いが発覚、って感じだったみたい。